さあ続きをやっていきましょう。今回はサブストーリーをやっていきたいと思います。サブストーリーというかサブクエか。21、20、こっちからかな。おい、俺たちが出会った村覚えてるよな。じゃあ声黄昏に響きてか。あの村のおさからの依頼だぞ。お前のおかげであやかし騒ぎも収まったんだが、近頃夕暮れ時になると決まって奇妙な鳴き声がするんだとか。そのせいでみんな不気味があって村に人が帰ってこず困っとるらしい。大方あやかしの生き残りがいるかや村に居座るやがとうどもが悪さしてるか。ここは一丁真相解明しっきで頼んだぞ。嘘だ、俺が行くの。今回はね、2回ほどいいですね。2個ほどサクサクっと行きたいと思います。さあ、ちなみにこのあれは、こだまちゃんはいるのかな。いないね。薬師の子がほとんどいないんだよな。マネビトは召喚しません。マネビトは召喚しません。はい、ということでやっていきましょう。ここはどこだ。あー、わかった。ここにゴズがいるやつだ。いたとこだ。うん、あ、ここにいそうだな、こだま。ラストここじゃね。なんかキュー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 言ってるけど、アスネコスリがいる。なんでこんなにあれがあんの。塩基により圧殺。塩基がいいんだね。消死、はい、スネコスリ2頭。20後半、30ぐらいのあれはいないですかね。2頭は、2頭、大立ちでもよき。おー、これは大立ち、大立ちだね。おー、おお、いた。おい。出せ。おお、出した出した。いや。ベニグモだって。強いんじゃない？そう。これでもアイオード上げたら強くなんじゃない？ちょっとこっちやってみようか。はい。おんちょこ。26。2頭が欲しいっすよ、俺。もうないかな。あー、こいつか。ちょっとやっとこうか。いいんだって。ああ、ほんとだね。回避でもね、あれができるようにしたんですよね。よし、いくぞ。おーおーおおお、ガキが。痛い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 。危ね。
てんだって。行って死ぬ死ぬ死ぬ。あ、死んだ。妖怪妖力なんとかってどうなんだろうね。いや、とりあえず普通に無理やろうか。ここだけなのかな。そうっぽいね。ここはあ、いけないのね。あ、じゃあここでザコラッシュか。なるほど。はい、了解でーす。ほら、出てきなさいよ。何をしたらゲームスタート。これ、ああ、そう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 、上段中段だったら回避でもね、斬新ができるようになりました。え、すねこすりをやれって話。はい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 、ほら、出来にしない。うん、そういうことかね。了解。オッケー、あとはでっかいの。いけ、すねこすり、君に決めた。で、強えんだよな。ほう、いけいけ、いいよ、頑張れコース。いてー、ゲロゲロー、そーい。そう、ネクストは何を思われ。いて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 、ちょ、いていて、ちょっと待って、お前なんだよ。お前は何。よし、オッケー、組打ち。またいる。ちょっとなんかビリビリしてる。ちょっと待って、ちょっと待って、お前らちょっと話し合おう。よくないと思うな。いてー、いて、オッケー。いて、オッケー。どうした？オッケー。
OK、いて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 、やばいやばい、見せた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 、ラストは、マジで言ってんの？あー、またトラウマか。はいはい、やばいやばいやばい、ミスミス、あーやばい、はい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 、安心だよな。オーライ、いや出た、タイミングずらせてくんだよな、前ぐらいに。撤収。おー、とこやみにすんのお前、それは聞いてない。ブラッ、やったわ。おらー、倒しちゃったで、イエーイ、オッケー。あー、焦った。ありがとね、コツちゃん。イエス、一発、二発目でクリア。さすがかな、俺。天才かもしれない。それは言い過ぎた。あやかしたちご苦労。やったな、村の大阪からたんまり礼が届いたぞと。届いてるぞと。残るあやかしはまんじゅうみたいな猫だけだと言っていたから、村のみんなも安心して帰ってくれた。へえ、よかったな。にしても猫みたいなあやかしはなんで泣いてんだろうな。人をそうでもなし。ひでのじ、お前は汎用だから、だし、あやかしの言葉分かったりしないのか。ごめんなさい、今しないんです、まだ。まだって言ったけど、まあ、そのうちすんのかな。鬼の角とかもゲットしたよ。はーい、ごずの玉城。おお、それか。告知、わかんないや。なんかゲットできたよ。はい、ということで、次。NEXT! こっち。邪悪の先触れ。聞いてくれ、さっき、早速、道山様から次の仕事をもらえたと、何でも道山様のところに出入りしている商人が出先で姿を消しちまったそうだ。そいつを探してくれって話だ。その商人、俺らと同じように霊石を扱っていたらしいが、近頃は戦続きで人の命などで、まあ、とにかく、これは道山様とより一層落ち着きになれる好機。さっさと仕事を終わらせて、うまい飯にありつこう。さあ、行ってこい、秀の字、おかしいだろ。やっぱリーチが長い分、ちょっと大立ちに頼りきってるところはあるな。二刀がね、結構ね、強いっていう話なので、二刀で頑張りたいんだけどね。いかんせん。はい、まずはお社で、ナムナム。あ、
能力開花しとこうか。いいかな。すごい適当に上げてるから合ってんのか分かんないんだよね。あ、装備更新とかそろそろできないのかな。おう、おう、敵から狙われやすくなる B。 あ、狙われやすいんだ俺今。体力プラス13、気力プラス35、防御力プラス6、無傷。あ、これの方がいいんじゃない。おお、重い、重いんだよな。お、いいね。こっち耐雷、あー、まだもうちょっとか。おめえさん、ねえ、せん、あー、そっか、こだまちゃんも探さなきゃいけないんだっけ。2匹いるって話だったもんね。探していきましょう。槍はいいです。あー、はいはい。あー、2人いたの。おかしいよね。おら、うん、いやあれだな、サムライスキルの流水の地まで行きたいな。斬新地のここだな。ここサムレースキルを伸ばしたいね。とりあえず児玉ちゃんも探さなきゃいけないんだな。で、君はのぶしにより残殺。わあ、死体が、死体の山だ。あ、どこにいるの。お、戦略ありがたい。ね、めんどくさそうね。おお、あー、そうか、やるな。回復。オッケー。いやー、もったいない。戦略落としてくんないな。どこ向いてんだよ。あ、くしゃみが出そう。ちょっとくしゃみする。オッケー。玉振りの石。こだまちゃんが2匹いるんでしょ。どこになろう。容器がいる。あやつどこに。せっかくさらったんだ。
は？容器じゃねえ、容器じゃねえ、なんだおめえら。これってフォーカスモードとかってあんのかな。ほら、あーやってしまったかこれ。よし、おいで。とりあえず一匹ずつ釣って。何それ、何その、だからロケットパンチ。やば、ちょっと用途でいきまーす。左はちょっとやばいので、右は右でやだな。はい、おお出た。戦略落とせ。オッケーオッケー。やーば、何これ。こだまいないじゃん。おいで、おいで、こっち。あれ、竹外れた？竹外れてんな。おら、つい、おら、組打ち、やったぜ。戦略ゲッチ、あー素晴らしい。で、多分陽気さんだよね。延期さんだった。延期さんか。もう一発、ご覚悟。オッケー、オッケーオッケー、いい感じよ、いい感じよ。だいぶ私上手くなったんではなくて、こだまちゃんっぽい。あー、ガキさんだった。逃がさぬぞえとか言ってるんだけど。あ、で最初のところにつながるのか。こだまちゃんいなくない？こだまどこいんの？なんかね、聞く話によるとね、こだま感知なるものがあるとかないとか。ない。いやー、なんか来た、なんか来た、なんか来たよ。うわー、おめめー、いやー、何それ。
ほい。痛い。おい、おい。一、二、おい、ワン、あ、三回もやんの？さっき二回だったじゃん、お前。ドン、ワン、ツ、ドン。おら、おお。ゴシゴシ。はい。ワンツちょっとちょっと、こだまちゃんいなくね？一応この上行ってみる？いや上ボス、ボスじゃないか？ガキさんがいる。普通に暮らしてた。もったいね。こだまちゃんいる？どこに？いなくね？いないよね。ここは何？これ反対側から行ってみようか。ここには児玉はいないね。よし、よしよしよし。いないね。ここまで俺こだま見てないけど、本当にいるの？実はいませんでしたみたいな話？で、常闇です。ああ、陽気先生がいんな。ああ、嘘。はい。あ、うそ。あー、落命した。殺されちゃった。もったいね。こっちの、あー、やっぱいるの？この人たち、あ、いるね。あ、そうですか。オッケー、意外とノロマだ。いやもう。飲むなし。やばい、戦略ストックがもうなくなってんだな、俺。これやったらさ、ガキの居場所が分かるとかないのかな？敵感知。どこにいんの、ガキ？上か。いないよね。
あれガキいなくね？じゃあちょっと一旦こっち行こうか。なんでお前それわかんねえんだよそれ。ずさんかおこの野郎。あーここがボスか。こだまちゃんいないよ。じゃあいなくない？どこにいんの？いた？2匹。で、すねこすりでしょ？本当にいんの？いなくない？いないと思うんだけど。実はさっきのが初めての落命っていうのがね、僕びっくりしてるんだけど、このステージね。だ今回トータル2回目 ?2 回ぐらいで、さっき俺がやられたガキどこ行ったんだよ。おいおいで。ガキの玉城。オッケー。で、容器でしょ？容器は別にさ、ほら。うい、うい、うい、うい。こちらビームサーベルぞ。スイッ。オッケー。いいんだけど。こだまどこにいんの？このステージいる？本当に。あ、何か反応したんだ。あんなところに。いて。ここにも擦っちゃうの？いっ、おいって。確認していい？あ、はいはい。炎を。ガラクタ1じゃねえや。3匹でしょ？ 3 匹もいた？いなかったよね。戦役補助されました。もういいよ、あいつにちょっかいだけかけておいて。あ、いた！やっと1人目だ。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー。あれ？俺、そんな食らってた？いやー、こだまちゃんがマジで見つかんない。いた。よし、これで2匹目。やるな。うっそん！まあいいや。調べたくなるな。あ、拝んじゃった。
拝んだらダメなんだよ。敵増えちゃうじゃん。まあいいや。じゃあもういいや。はい。ボス戦いきまーす。多分ボス戦。じゃあここのボス戦は何じゃ。いやーなんだおめえ、いてえよ。おい、はい、楽名カラス天狗による断殺。やば。カラス天狗強。ほら、いやー何それ、いやー何それ、出が早いな。おい、おお、なんか引っかかった。今モノクロだったからかな、胸元に目なかった、今いっぱい目なかった、今すっげえ鳥肌立ったんだけど。早くなんか倒せる気がしねえ。ちょっと先にもう全部あのぶっ壊しとこう。あ、すねこすり呼んでくるか。まだ呼べるな、すねこすり。おお、壊せた壊せた。ちょっとすねこすり呼んでこよう。あー待って、まだ壊してない。オッケー、さあフィールドは作ったぞ。これは何、石か。はい、じゃあすねこすり呼んでこよう。よし行くぞ。行くぞすねこすり。やば。やったー、倒したー。そこの母さんのワンダ、助けてくれんか。何をする。やったー、倒したよー、達成。こだまちゃんどこ行ったんだろう。
ほう、あやかし、賊とあやかしは切ったが商人の姿はなかったが、ふう、あやつは己の仕事を捨て黙って去るような男ではない。そのうちまた顔を出すであろう。生きておれば。だがの、地下からの匂うのを沈み企み、人を陥れんとする獣のような輩の匂いがな。ともあるご苦労だった。後で代わりの者に褒美を持たせよう。わしもこう見えて忙しくてんな。ありがとうございます。カスティングの これ強そう。目付きのあれ結構気に入ってん。あれ僕エンゲンラにしなかったっけ。あれエンゲンラだった。これとこれ、マジでさ気持ちが悪かった。まあいいや、マックスになってる。まあいいか。はい、ということで拠点妖怪図鑑が書き容器一本だったら意識治療しに鬼火。ああ、はい、鬼火は空中を浮遊する火の玉のようなもの。死者の念を核として火、水、雷のいずれかの属性の力を凝縮するとと、ことで現れると、出現すると。人体から抜き出た魂が発火するという人玉とは別で、歴とした妖怪の一種であると。ムクロムシャ、ゲドウヘイ、ああ、ロケットパンチする子たちね。霊石を使うことで妖怪の力その身に、妖怪の力をその身に宿した、つわもの、つわものだっけ。ってかさ、そうするともう汎用じゃん。同族じゃん、僕と。僕らと。下道とは、西日本に多く伝わる人間に憑依して原稿を、強行を行わせる、付き物として、下道とも書くと。その正体は動物霊や人の怨霊など様々な説があり、悪しきあやかしの憑依を全て下道と呼ぶのだという。下道兵というのは、いうのはこれに由来し、さまざまな妖怪に宿した、妖怪を宿した下道兵が確認されている。一つ目鬼、ちょっと背中向いておいて。一つ目鬼は顔の中心に一つだけ目を持つ巨体の鬼。目を二つ持つ鬼は元は人間であったり、人間の負の感情から生じる何らかの形の人間。それに対して一つ目の鬼は山の神や地霊本、荒玉、すなわち荒々しい、側面の化身とされている。すごいもんね。はい。カラステング。ほら、なんかさ、お腹のあたりに目があるように見えるない？見えるない？だって。これがさ、さっきモノクロでさ、マジ気持ちが悪かった。ちょっと君も背中向いておいて。カラステングは古くから伝承される妖怪の一種で、カラスのような翼の生えた大型の天狗。鋭い視力と硬いくちばしを備え、風を操り自由に、飛翔する。断崖絶壁の、峡谷かな場所でも、足場に困らず、風を操る力を攻撃にも使ってくるため、戦うとなれば厄介な相手。結構強かった。ゴズ増えた。3体ってことはもう1体ぐらい出てくるってことだね。はい。平安時代末期に成立した今昔物語集には、牛の頭を持つ鬼が2人の僧を襲い、老いた僧をたちまち食い殺したという話が残されている。若い僧が仏像に抱きすがって一心に経を唱えると、毘沙門天の加護により鬼は3つに切り裂かれ、命を救われたという。現世に去った後は、ゴズキもまた、メズキと同じく、地獄に落ちて、閻魔に仕えるものと考えられる。延々だ。ここら辺も読んだね。スネコスリ同様の特徴を持つ妖怪として、
オポやノツゴがおり、これらはイタチに似ている、犬に似ているなどで、見た目は異なるが同種だと考えられている。一説にはこれらの妖怪は早死にした赤子や幼児の霊が変じたものであり、母のぬくもりを求めて人にすり寄ってくるのだという。スネコスリかわいいよね。はい、そんな感じでございました。いやー、きつかった。てか、こだまちゃんいなさすぎね。ほんと探すの一苦労なんだけど、ね、なんかこだまをね見つけやすくするやつがあるらしいので、こだま感知っていうお守り系がね、それがねゲットできないとね、もうわからん。模様替え、どうだ、こだま、こだまちゃんにしとこうか。はーい、ちゅうことで能力アップでもしとこうか。あー、できないわ結局なー。大立ちばっかやってるからな、大立ちにしとくべきか。あ、でもこれでもあれ上がんのか、気力回復速度上げたいな。でもでこうかな。ねえ、汎用スキルか。まあいいや。はい、そんな感じで、まあね、引き続きのんびりのんびりやっていきたいと思います。次回メインストーリー覚醒編はもうそろそろ終わりかな。はい、やっていきたいと思います。そしておそらくですが、投稿したタイミングで、全部ね、投稿したときに、何こだま探索の旅みたいなことを生配信でやると思いますので、そちらの方もね、見てきていただけるとありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。次回は、ミンミッション。これも6体のが、マムシの神域。それでは。バイバイ。